前回の試合なんですけど、はい、まず最初振り返って、はい、どうでした？まあそうですね、チャンスは1ラウンドにあったと思うんですけど、まあ見事にハイキックをもらってしまって、まあ仕方ないですね。いやそうですね、1ラウンド構成でダウンも取ってたし、結構あのままいけばもうその勝ち切りにそう、ね、いけたのに、でもなんか勝ち逃げとかっていうのはあんまりしたくなくて、はい、まあそうですね、前にいたら、まあ、あの見事に、まあ、あれは清水選手が、まあ、見事だったと思います、はい、そうですね、やっぱりその逃げないで高木選手最後まで行ったっていうのがなんか、まあ、負けてしまったけど、なんかみんなあの興行の中でいい試合だったって言ってたんですけど、一番、まあ、そうですね、会場も結構盛り上がってたの分かったんで、まあそうですね、でも本当は今回あのタイトルマッチを、まあ、やってベルトをもらってっていうのが取ってっていうのが、まあそうですね、予定だったんですけど、まあ、仕方ないですね、逃しちゃいました。それで今回来たのが、浜田選手なんですけど、もう長いこと選手やってる、もう昔からやってる選手ですけど、そうですね、浜田選手は僕がプロデビュー戦した時にちょうど K-1 だったんですけど、その時にあのジャパントーナメントで優勝されてたんですよね、その大会に、同じ大会でしたから、僕がプロデビューをあのした時にはもうバリバリな選手だったわけじゃないですか、だからもう今で言うと僕もまあ戦績重ねてきてますけど、まあ、ベテランな選手なんで、ちょっとあの、まあ、試合組まれてちょっと嬉しいですね、はい、じゃあそうですね、高木選手もデビューって K-1 デビューですよね、新からデビュー、はい、そうですね、はい、じゃあ結構その時に優勝されてて、優勝されてる、そうなんですよね、はい、じゃあ結構その頃の自分から思ったら戦えるな、うん、そうですね、はい、また、まあ、そんだけ、まあ、積み重ねてきたというか、まあ、そういう時期が来たんだなというふうには感じてますよ、はい、まあ、しっかり、はい、印象ってどうですか、ファイトスタイル的なものも今回の相手ですよね、そちらの浜田さんは、まあまあ、パンチスタイルじゃないですか、はい、でも、まあ、パンチは確かにすごい上手くて重いし、まあ、みんな結構やられてるんですよね、最近の日本人選手もみんな結構勝ててないんで、まあ、パンチ気をつけて、まあ、キックルールなんで、まあ、キックボクシングなんで、まあ、バンバン蹴っていって、はい、戦えば、まあ、勝てる相手かなと思ってるんですよ、はい、結構、まあ、もうベテランの長くやってますけど、怖いものってありますか、まあ、パンチがやっぱ重いんで、そうですね、あとはもうすごい、まあ、名だたる選手と結構戦ってきてると思うんで、向こうは、はい、もうだいぶ慣れてると思うんで、まあ、そこをどう崩すかですね、僕が、はい、で今回そのタイトルマッチヘビー級組まれてるあの上原選手にも K-1 で勝ってるじゃないですか、はい、その辺ってどうですか、なんか、はい、まあでも上原選手とは、まあ、ギリギリっていうか、まあ、判定だったんで、はい、判定でまあ勝ったんですけど、まあ、僕はちょっと優勢で勝ったと思うんですけど、まあそうですね、本当は清水選手と、まあ、上原選手がやる予定だったんです、ね、それでまあまあ、形的には僕が清水選手に負けてるんで、まあ、清水選手に取ってもらってまた僕が何戦かさせてもらって勝って、まあ、ベルト挑戦とかしたいなと思ってたんですけど、まあ、今回あの出れないみたいで残念ですけど、まあまあ、そうですね、いやベルトはやっぱり狙いたかったんで持ってないんで、ヘビー級の魅力って何か、ヘビー級ですか、やっぱりいろんな、全部が金揃ってるじゃないですけど、まあ、パワーもそうですし、まあ、大きさがやっぱり大きいんで、みんなはまあブンブン振り回して KO 撃が見たいみたいな、ヘビー級なんだか真っ正面で打ち合ってあの、まあ、殴り合いすれば結構盛り上がると思うんですけど、まあそうですね、全員が全員、まあ、ある程度は大きいですけど、僕なんかはもうそれにしたらちっちゃい方なんで、
まあ、そういうちっちゃい中でも、まあ、一発はなくても、まあ、スピードがあったりとか、ヘビー級でもあんぐらいスピードあるんだみたいな、はい、スピーディーな試合をしたりとか、まあ、いろんな見方でもちろんできると思うんですけど、そうですね、やっぱりヘビー級は、まあ、もちろん第一のパワーが醍醐味だと思うんですけど、それは。はい、そうですよね。頑張っていただきたいですけど。はい、僕ももうそこに入っていけるようにガンガン、はい、盛り上げていきたいですね。はい、まあ、今回試合をまたライズさんでさせていただくんですけど、今回も前回、まあ、前回盛り上がったと思うんですけど、今回はもうしっかりまた盛り上げて、今回は勝ちたいと思ってるんで応援よろしくお願いします。